王道正面より明治生命館は東京都千代田区丸の内二丁目にある建築物である。設計は岡田慎一郎、正五郎、構造設計が内藤多中。重要文化財には明治生命保険相互会社本社本館として指定されている。業務の拡大に伴い、1928年、当時の三菱第二号館に隣接して、 新社屋を建設することが決まる。指名コンペ方式で岡田新一郎の案が採用された。そして岡田の考えによって旧社屋も取り壊しての建設となった。1930年9月に寄港し、1934年3月31日に竣工した。太平洋戦争後は連合国軍最高司令官総司令部に接収。 アメリカ極東空軍司令部として使用され、対日理事会の第一回会議は明治生命館2階の会議室で行われた。1956年、アメリカ軍から返還された。1997年、昭和の建造物として初めて重要文化財の指定を受けた。2001年から改修工事が行われ、隣接地に30階建ての明治安田生命ビルを 建設して一体的に利用することで歴史的建造物を活用しながらの全面保存が実現した。現在も明治安田生命保険の本社屋として現役利用されており、1階には同社の丸の内お客様ご相談センターが設けられている。各国が日本へ派遣した特命全権大使、特命全権公使が天皇に対して新任状を提出する。 新任情報定式の際には、東京駅丸の内口から馬車か車で、皇居内の宮殿まで移動する慣例となっているが、東京駅の改装等により、2007年4月以降は、明治生命館から出発となっていた。2017年に、東京駅前の工事が完成したことに伴い、同年12月11日の中日ベナン大使の新任情報定から、再び、 東京駅前からの出発に改められている。2022年に聖火堂文庫から移設された展示室が1階にオープンする予定である。設計に当たった岡田は洋式建築の名手と称される。明治生命館も5階分の古林都式列中が並ぶ古典主義洋式にのっとったデザインである。一方この建物よりも前に建てられた近隣の東京中央郵便局は 洗練されたモダニズム建築の傑作と称えられており、対照的である。1階店頭営業室は2階までの吹き抜けになっている。2階は吹き抜けを囲んで回廊があり、執務室、会議室、食堂などが並ぶ。社長室の内装には当時の流行であったスパニッシュ様式も取り入れられている。ありがとうございます。